おー、ラリーさんですね。こんにちは。あれ、マリオ、オイラ追いつかれちゃったの。なかなかやるね。レストランで腹いっぱいだからもうちょっと休んでいたかったけど、追いつかれたらしょうがないか。よいしょっと。さあ勝負といきますか。よろしくお願いします。ということでラリー戦ですね。頑張っていきましょう。まんまと勝負に乗ってきたね。この汽車はオイラの子分たちに乗っ取られてるのを忘れたの。なんだろう、向こうにラリーさん側に有利に働いてくるのかな。バトルがいいね。音楽とりあえずピコピコハンマーで様子見ようかな。よいしょ。意外とダメージ通ってるね。なんだなんだ。うわー、回復するのか。やば。ピノピオさんが、マリオさん、私が運転席まで行ってあの兵法を止めます。運転席にたどり着くまで援護してください。わかりました。そういう感じがめっちゃハート持ってましたね今。よし、一緒に頑張りましょうよ。で、多分一旦で倒しきるっていうのを続けていくのかな、これ。極力ね、全体に行き渡るような。感じていきたいんだが。これ倒しきれるかな、どうだろうな。いけるか。1枚だけでよかったっすね。オッケーオッケー。まあ、しゃあないしゃあない。大丈夫か大丈夫か。さあしっかりガードして。うわー、いっぱいいるねー。これでいってみるか。ちょっとペンキがやばいんで次回復しよう。さあ消火器サンプルでいこう。どこまでいけるかな。おお、いいねいいね。いけたいけた。マリオさん、あと一歩まで来ましたよ。もうすぐ運転席です。このターンをしのげればいいんだが、カードがちょっとやばいですねいけるかな。ここのガードはね、問題なそうなんだけど。そうも来るか。モノカードで行った方がいいかな。
サンプル使ってっちゃおう。どうだどうだ、いけるかいけるか、エクセレント、オッケーオッケー。どうなんだろうねこれ、連打してみたんだけど、おいいね。じゃあラバーカップさんをラリーさんに差し上げましょうよって思ったけど、ラリーさんいる？不発。まあまあまあ、おお、日の目さんが回復した。マリオさんやりました、運転席の兵法を追い払いましたよ。おお、ナイス、ありがとう。これで回復がなくなったのかな。そんなに機関車が大好きならこの煙とも仲良くしてな。なんだなんだ、おお、そう来るか。いや分かったぞ、コルク戦じゃね。さあやってみよう。なんか思ってたやつと違ったけど、あーいけたいけた、よし、これからですよ。あれだな、あるカードをどんどん使っていくしかないな。よし、いいよいいよ。一回回復挟むか。なんだかんださ、あと使ってこなかったんだけど、このカエルスーツ、カエルのカード、気になるっちゃ気になるよね。まあ、今は倒すことに集中するけども。どうだ、あと髪の毛の水色のところか。うわー飛び切れすぎだ、いけすね。じゃあまた回復挟んだ方がいいかな。はいはい、やばいですね、なかなかいい勝負をしてしまってる。今ガード成功できたからでかいと思うな今の。さあではハンマーを使っていこう。はい、もうちょい、次のターンでいけるかな。そっちね、ジャンプの方ね。
さあ行きましょう。よーし、ありがとうございます。あぶねー、ちょっとカード顔彩りダウン戻ったら。よーし、倒せましたね、ラリーさん。まもなく終点、スターライト岬に到着します。お忘れ物のないようご注意ください。あ、五六線が。あー、にっこりですね、キノピオさんも。めっちゃニコニコしてた。さあ、ここがスターライト岬駅か。めちゃめちゃ綺麗だね。なんだろう、このキノピオさんの覗いてる感じいいね、好きかも。マリオさん、スターライト岬に到着しました。長旅お疲れ様でした。ありがとうございます。いやー、着いたね。ほんといろいろあったけど、汽車の旅は楽しかったね。ですね。さあ、本当にビッグペン喫茶はあるのかな？あたりを探してみよう。この機関車本当にすごかったんですよ。キノピオエンジニアリングの技術力のおかげでまるで生まれ変わったようです。ほとんど暴走とも言える凄まじい走りっぷりはとてもラストランとは思えませんでした。お、これは現役続行か。おお、これからも走れるんですね。わあ、見てマリオ、星空がすごく綺麗だよ。ドッスンさんがいる。あれドッスンさんじゃない？もうそっちが気になっちゃったんだけど、めっちゃ綺麗。マリオ、ちゃんと願い事した？わかった。ピーチ姫が無事でいますように、でしょ？でも車欲しいとか、家欲しいとか、そんなこと考えてた？おー、まだスヤーとした、ビッグペンキスターさんがいらっしゃいましたね。願い叶いましたね、ペンキンさんの。でね、撮る前にね、こっちも気になるんだよね。手前はいけないか。じゃあ撮っちゃいますか。よーし、ありがとうございます。お、100% だね、色抜け。サンセットエクスプレスの。オッケーオッケー。で、お次は。なるほどね。そうきますか。ああ、目覚めた。
すごいね。あと一食ですよ。おかえり、大のビッグペンキッサーも戻ってきたよ。私は大のビッグペンキッサー。私の記憶は彩りタウンにクッパ軍団が押しかけてくる直前。その時クッパに何が起きたのか、さあお見せしましょう。お願いします。本当にその言葉通り直前というか、そんな感じでしたね。クッパはこの彩りの泉で黒ペンキに取り込まれただって。そんな、なぜ泉のペンキが黒ペンキに。何にせよあの恐ろしい黒ペンキがこの泉から発生したのは事実だ。さあ早く次のビッグペンキッサーを探しに行こう。さあということで、体力が175ですね。ありがとうございます。とりあえずあれかな、カード買おう。さあということで、お次はとりあえず変化があったところから向かえばいいかな。なるほど、大体ダニもこれで 100% か。ありがとうございます。とりあえず行けばいいのかな、どうなんだろう。さあということで、とりあえずまずね、大体ダニ行ってみようか。何か変化が起きてるだろうか。お、集まってますね。化石があんな恐ろしい生き物だったとは。あれがドラゴドン。お家へ帰った。じゃあどこかしらに行ったのかねえ、まさかねえ。教授なら何か知ってるかも。教授のところ行くか。教授はその近くのお家だっけ。キノコハウス行きましょう。あとね、結構ね、カード買っちゃったんで、5000枚切っちゃったんだよね、お金、コイン。貯めねばな。
よう、マリオくん、化石のドラゴドンが復活し、どこかへ飛び去ったそうだね。ビッグペンキッサーのペンキが作用したということは、あの化石は実は色抜けしていたんだ。その色抜けに生きていた時の色が塗られたことで、本物のドラゴドンが復活したんだろう。なるほど。そして、その生態だが、ドラゴドンは火山のような厚い場所の奥深くに生息していたらしい。なるほど、そういうことか。わかりました。ありがとうございます。真っ赤火山。そういえば、まだ、行ってなかったですもんね。触りだけ行ったのかな、ピーチロイド。そこで一回出たからさ。それで行った一回だけだよね。で、その時も結局、そんな進めなくて、また今度、みたいな感じで、戻った気がするので。なるほど、このタイミングで行くのか。さあ、では行きましょう、真っ赤火山。ね、落ち着きますよね。はい。この場所で結構ピンチになった気がする。そんな感じで覚えてる。待て、これ怪しいなと思ったけど違ったか。普通にミスった。これがね、重なっちゃうとね、何度かやばいんすよね。お、進展ありですね。こんにちは。やっぱりいたよ、ドラゴドン。すごい、ド迫力。ドラゴドン語とかわからないから、とりあえず片言で挨拶してみようか。ドラゴドンさん、こんにちは。本日はとても暑いですね。そうですね。マリオ、ちょっと様子がおかしいよ。やばいかも。やばいかもな。うわー、これは一旦逃げるのかな。うわー、マジか。飲まれた。ですよねーむず。さあ、では気を取り直してやっていきましょう。ここで慌てちゃったんだよね。しっかり飛んでいこう。ここかな、この落ち着くって言った場所。あー、まあなんかやるんだろうね。ちょっと待って、ちょっと待って、次で言っていい？さあ、結構近いですよ。急ぎ足で行こう。え、でも何のカードだ？とりあえず手持ちの中から考えてみようか。あー、分かった気がする。タライじゃね？タライにしてみよう。さあ、お願いします。めっちゃギャグじゃないですか、突然。痛そう、かわいそう。わ、すごく痛そう。おとなしく捨てるためとはいえ、ちょっとかわいそうなことをしちゃったかな。とどめ、とどめ。あ、乗れましたよ。
食べ物で襲ってみたらどうかな。ああ、釣り竿、マグマバーガー、ああここで使うんだ。やった、ドラゴドン一本釣り大成功。もう完全に遊んでますね。なるほどね、これで移動できるんだ。すごいね、便利だね。まあ、奥も行けるんだね、これで。ここ青ペンキが全然ないよ。とりあえず入ってみよう。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。